ルイス・モロー・ゴッド・シャルクを描いたバニティ・フェア1862年10月11日号の表紙。バニティ・フェア1861年3月9日号に掲載されたエイブラハム・リンカーン大統領の風刺がバニティ・フェアは1860年代初めにニューヨークで刊行されていたアメリカ合衆国の週刊誌。総刊号は 1859年12月31日号、週刊号は1863年7月4日号であった。この雑誌の構想は、当時ニューヨークのボヘミアンたちが集う場であったパフス、ビアセラーで、詩人ジョージ・アーノルド、小説家、フィッツ・ジェームズ・オブライエン、女優エイダ・クレアなどの交流の中から生まれた。創刊号に掲載された詩人、トマス・ベイリー・オルドリッチの詩にも、 マフスへの言及がある。漫画という意味ではなく、読んで笑える読み物という意味でのコミック雑誌の構想を実現させた中心人物は、総画画家ヘンリー・ルイス・スティーブンスであり、スティーブンスは、資金提供を知人から取り付け、自分の兄弟たちを発行人、編集人に立てて、バニティフェアの観光を始め、雑誌は、最先の良いスタートを切った。 収録される総画は多数ではなかったが十分な数があり、質も高かった。バニティフェアにとって最も重要な寄稿者となったのは、筆名、アルテマス・ウォードとして知られたユーモア作家チャールズ・ファーラー・ブラウンで、原稿1本10ドルでこの雑誌への寄稿を始め、後には1961年初めにニューヨークへ移り住み、バニティフェアのスタッフとなった。ジョージ・アーノルドも、マカロンの筆名で、 多数の死を寄稿した。バニティフェアは政治風刺も取り上げており、総監当時の大統領ジェームズ・ブキャナン、民主党の大統領候補になったスティーブン・ダグラス、進歩的共和党の創設者、ホレス・グリーリーなどはバニティフェアの風刺画で頻繁に取り上げられた。南北戦争の時代にあって、バニティフェアは黒人奴隷に対しては冷淡な姿勢をとっており、 この姿勢が経営の行き詰まりの原因の一つであったとも考えられている。ありがとうございます。